どうもこんにちは、森脇です。今回はですね、ちょっとヒッチハイク企画、まあこれからも続けていくんですけれども、まあ自分一人でやるのもいいんですけど、ちょっとねパートナーがいてもいいんじゃないかななんて思ったりなんかもして、ちょっとねパートナー募集してみようじゃないか、とりあえずと、でいい人がいれば、一緒にヒッチハイクできたらなって思ってます。行きたいっていう人いるのかな、でもちょっとねやっぱり野宿する羽目になったり、一日中ご飯食べれなかったりとか、可能性は十分あるので、その辺は覚悟をできてる人じゃないと無理なので、あとねこうギュッとこうまとめてるのを見てるから、皆さんね10分以下の動画見てるから楽しそうに見えるかもしれないけど、これ一日中撮ってると結構しんどいんで、そこはちゃんとね想像力を働かせて、ほんと大変なんだよね、そこだけ考えて、途中で逃げ出すっていうのもまあありですけどそれはそれでありですけど、まあでもまあ基本は楽しくねやりたいんですけど、まあ企画が企画なんで、しんどいのも耐えれそうな人、あと野宿で、外では寝れないとか言われても困りますので、まああんまり NG の多い人はちょっとね嫌かな。例えば、まあ、女性の方もいるかもしれないですけど、女性の方がまあお風呂のシーン無理とかだとちょっとつまんないんで、なんかそういうのも全然 OK でーすみたいな、全部出すわけじゃないから、でももちろん隠していいんで、なんかそういう外で寝るの OK な人とか、あとちょっとは喋ってくれないとずっと黙っててもねそれすると面白いけどね、元気な人がいいですね、あとは特にそんなに縛りはないんで、ものすごく子供とかものすごくご年配とかっていうのはちょっと責任がちょっと持てないんで、ちょっとその辺はちょっと無理かもしれませんが、一応20歳以上45以下、あんまりそれ以上上なら多分体力が大変になるし、気遣えちゃうんで先輩すぎると、で一応応募方法としては、この動画の、概要欄を見ていただければ分かるようになってますので、よろしくお願いします。でまあ一応まあおそらく一人だね、車乗れなくなっちゃうんで、クルーズ多いともう一人限定なので、まあ、選ばれなかった人はまた次の回に選ばれたりするかもしれないので、よろしくお願いします。ということで、チャイクパートナー応募よろしくお願いします。